はい、どうもございます。こんばんは、みわチャンネル K です。ちょっと今日名前書いてみたんだけど、どうかな。なんかあったらコメント欄にコメントください。今日は、33シーマですね。ちょっと古めの車なんですけど、今日はもう全部一回剥がしてフィルムを張り替えるということで、非常に激しい車なんで、車全体映せないんですけど、まあちょっとリアガラスの方の整形をするということで、急遽、カメラマンの小林くんと一緒に、まあ、撮ろうということで始めたいと思います。はい。じゃあ興味のある人は見てください。お願いします。お願いします。古い車なんで、ガラスにいろいろいっぱいくっついてます。一回掃除はしたんで、で、掃除しないとフィルムに穴開いちゃうんで、掃除した方がいいですね、古い車は。で、僕はここだけちょっとだけ水入れて、あとは水かけないドライでやってきます。で、まあ、いつも言ってる通り、いろんな人のいろんなやり方があると思うんで、このピュアでのフィルムのこういうのも一つのアントだと思ってちょっと見てもらえれば楽しいと思います。いや、これカメラマンはですね、この熱整形っていうのをここで初めて知りましたからね。熱整形はもうだいぶ前からやってますので、いや、これ本当毎回撮るたびに勉強になってます。勉強になりますか。もういつも言ってる通り、この熱をかけすぎるとフィルムって縮むんで、はいはいはい、あんまりかけすぎない程度に、これね、みんな伸ばすって言うんですけど、これ実は縮んでるんですよ。ああ、はいはいはい。フィルムって縮むんで、で、専門店が使ってるフィルムってちょっと厚くて扱いやすいんですよね。で、量販店で売ってるフィルムっていうのは黒いんだけど中からも見えないっていうのありますよね。ああ、はいはいはい。ああいうフィルムでやるとすぐバキンってこう折れちゃったり、すぐぐしゅぐしゅっていっちゃうんで、自分で貼る人たちは、まあ、今ね、ネットでもフィルムっていっぱい売ってるし、型取りをしてあるフィルムもあると思うんで、そういうのを使ってやってもらえるんですね。で、まあ、半分やったらこっち半分やるとか。昔はね、こういうのってあんまり見せない、人に見せたくなかったんですけど、はい、今もうこういう世の中いっぱいこういうのが流出してるんです。いいと思うんで参考に。いや、見てると確かにこうガラスにこうぴったりいくようにね、見えますね。気持ちいい。最初はもうヘラなんか使わないで、はいはい、ガラスのこう感じにフィルムを寄せてってあげるでやると型取りも楽です。楽じゃないけど、これでもこれをしてあった方が貼りやすいっていうことですね。そうですね、これをしないと貼れません。あ、ガラスの形にならない、なってないんで。これが僕が学生の時に失敗したあれですね、原因ですね。そうそうです、ね、よくあんまり最近ないけど折れまくったまま貼ってる人とか、はい、全然もうこうガラスの形にフィルムをしてない、はいはい、いや非常に耳の痛いお言葉で。ね、僕なんかはこう成形からフィルム入ってるから、逆にカットしてあるここがこう帯でなって、はい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 、ああいうフィルムを貼る方が苦手です。あ、で、まあ、この半分の半分以下、半分の半分の半分、まあ、4分の1ぐらいがになってきたらヘラを使って、はいはい、最後をピッチリまっすぐしてあげる。はい、いや、もうこっからカメラ越しで見るともうシワないっす。そう、シワをないようにしてあげると
貼るのが楽になるんで。いや、毎度のことながら、これはもう本当に毎回勉強になる。で、こういうことやってみて、失敗したら、まあ、ピュアに。なるほど。ピュアに。で、フィルムだけの販売もしてますんで。はい。言ってもらえれば、メーター切りはしますから。売ってるやつってね、もう本当に折れちゃって、あれでうまく貼れる人はすごく上手だと思う、はい、あ、尊敬します。いや、えらい目に遭いましたからね。えらい目に遭う、ね、えらい目に遭いましたよ。で、まあ彼女とか奥さんとかとやるとね、夫婦喧嘩の原因になります、ね、喧嘩の原因になります。時間と材料がもったいないんで、はい、ぜひ専門家のところに出してみます。そうですね。どちらかというと、うちピュアは金額的にはそんなに高くはないんで、はい、お財布に優しい価格帯でやってますので。すげえ。こういうカッティングシートとか貼ってあっても、はい、そのまんま行っちゃってください。ああ、もうこっから見ると反対が完成してます。そうですね、反対はもう完成させました。これは、いや、これすごいですね。で、ここをこういうふうにシールの跡が出ちゃって形がついちゃって嫌だなってなるんですけど、ある程度やったらもうやらなくていいです。ああ、はい。で、あとでここを、この型をなるべく消してあげ、このまま貼ってもこの型って時間が経てばまっすぐになりますんで、 はい、あんまり気にしなくていいんです。ただそれをちょっとだけ直す方法もあるんで、それは後で見せますけど。で、何しろこう横にあんまり出ないように、はい、横に出ると消しづらくなるんで、横に出さないように、横に出さないようにやっていってもらって、このサンサンシーマは僕の学生の時の憧れの車です。そうですね。ビップカーの、そう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 、超ビップ流行りの頃の車だもんね。そうっすよね。俺乗ってたらかっこよかったよね。いや、当時結構いましたから ね、その同級生とか先輩とか、なんでこんな車変えたっていう。いや、本当ですよ ね、今思うと。で、またこの辺の車がまた値段上がってきてるからね。そうですね。もう今やカメラマンは、2万円の軽自動車乗ってますから。2万円の軽自動車。その割には他に車を持ってるからですよ。まあ、合計6台くらいありますけど。よし。まあ、大体こんな感じで。で、ここが、形にシールの形、カッティングシールの形になっちゃった場合、はいはい、こんばんは、こんばんは、お疲れ様です。ちょっとこうめくって、はいはいはい、これでこうやれば、あー、なるほど、振ってあげるとここの型が全部消える。あ、空中線で片付けるってことですね、はい、こんな感じです。はい。で、これをこのまんまこう剥がすと、ちょっと軽く動いちゃって怖いんで、はい、はい、これで完成です。張りはまた別の動画で、はい、じゃあ見てる皆さん、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、ありがとうございました。